30分になったので定刻になったので始めます。8月30日、この国会の前に、30万人の人が押しかけました。僕は後ろで交通整理してて、駅か丘が街頭から流れてくる人に路上に流してる姿をやってたんですね。その係をやってて、でどんどん流れ込んでる人たちが国会に向かってプラカードを上げながらコールを張り上げながら歩いていくんですよ。僕はその姿を見て後ろから、ああこれが民主主義なんだなって、教科書に載ってた民主主義ってことはこういうことを、こういうものを意味してるんだなって本当につくづく実感しました。その絵を作ったのは日本中にいる本当に主権者である国民一人一人です。今日に来られていくんですが、すごく最近取材とか受けてて、この後どうするんですかって、チルはこの後どうしていくんですかって、安保関連法が通った後どうしていくんですかって、いやちょっと待てよって思うんですよね。まず安保関連法は通しません、絶対に。本当にここでこうやってこんだけたくさんの人を今日間違っているのはおかしな法案を止めるためで、僕たちはそれに向かって今夜も全力で声を上げていくんで、それが僕たち今できる最大のことだと思います。今日もゴールしていきましょう。Thank you.
Yeah.
11日の強行採決を諦めて14日って言われてるんですけど、14日もどうやら今国会の状況無理そうで16とか18日まで引っ張ると。でしかしですね、18日超えるとシルバーウィーク入って24、25しかないんですよね、国会の。ということは、まあ、まだ勝つかにかもしれないですけど、本当に止められる証拠も見えてきてるんじゃないですかね。オプションありますよ。諦めるなら今ですよ。本当にこれ最後までもつれてって、いやこれさっきも始まる時に挨拶でこの後どうするんですかっていう人あのよくいるっていう話してましたけど、これで全然終わりないですからね。こんなに通されたらそうでしょ。18日までどうやら分かんないですけど、もう先に言っとくと18日金曜日講義やります。本当に止められるかどうかは18日になってみればよくわかると思うんですけど、ただ民主主義ってものはもう止まりません。止まらないでしょ。そして今日、スピーカーを